分が生きる上でやっぱりこう本当に幸せを感じるって、なんか仕事で大きな成果を出して何か成し遂げたとか、もちろんそれも嬉しいし、それもすごく素晴らしいことだけど、なんかそれだけになって、なんかこう本当の本当に自分がこう穏やかな幸福っていうものを感じられるものを忘れてたのかなとか、うん、でもなんかもっとこれからの人生で増やしていきたいなって、それがなんか2019年の4月で、何気ない親子の風景だったんですけど、その本当の本当に自分が求めてたものっていうのをバンって見た感じ、なんかそれがすごく原体験となって、いつかなんかそういう場所、私もそういう場所を作れたらなって思ってたけど、そういうのって大事にしてしたいと思ってても人ってやっぱり忘れちゃう。やっぱり形あるものだったり、それが近くにあったりとか、なんかこう自分の原点を忘れないっていう、なんかそんなところがやっぱり場所だったり形あるもののなんか力かなと思って。